こんにちは、変形合体です。今日はトランスフォーマーの映画3作目のダークサイドムーン DA-06 ラチェットをレビューします。このラチェットですが、ちょっと単品だと分かりにくいんですが、他のオートボットのメンバーと並べるとこんな感じで、サイドスワイプとかバンブルビーと同じデラックスサイズになっちゃってるんですね。本来ラチェットはアイアンハンドと同じボイジャークラスあるはずなんですが、サイズダウンされていますね。ちなみにこのメックテックトレーラーのオプティマスは一応ボイジャークラスとなってるんですが、ちょっとコンテナがある関係でボイジャーの割にはちょっと小さめですね。メックテックウェポンを外した状態だとこんな感じです。ちなみに自分が持っているラチェットを並べるとこんな感じです。まず映画1作目のラチェットはちょっと持っていないんですが、このリベンジのデザートトラッカーラチェットというのは1作目のラチェットのただのリカラーですね。リベンジだとアイアンハインドとかバンブルビーも1作目の仕様変更だったんですが、こっちはまだ新規パーツがあったんですが、ラチェットは純粋にリカラーですね。そしてこちらがリベンジのネストのラチェットなんですが、残念ながらデラックスサイズにサイズダウンしてますね。そして今回のダークサイドムーンのラチェットは残念ながらこちらもデラックスサイズにサイズダウンしたまま発売になりました。ちなみに持っていないんですが、ロストエイジのラチェットもこのダークサイドムーンのラチェットのリカラーですね。ラチェットは軍医兼技術者で、なおかつ戦いもできるという万能キャラなんですが、ちょっとおもちゃの待遇の方はちょっとあまりよろしくないですね。残念です。しかしもうここまで来ると、今回のダークサイドムーンのラチェットはネストのラチェットのリカラーにならなかっただけマシだったのかもしれないですね。気を取り直してビークルモードのギミックですが、まずタイヤの方が回転するのでこの走行ができます。ここにはダークサイドムーンではみんなついているメックテックウェポンをここに装備して、このレバーを引くと武器を展開できます。ちょっとこれ突っ込んでも当たりにくそうですね。もしくはこっちの方のジョイントで付けた方がさっきよりは攻撃が当たりそうな気もします。ちなみにここの側面のパネルを開くとジョイントがあるので他のメンバーのメックテックウェポンを装備できます。取り付ければ取り付けるほど強そうになっていきますね。ちなみにビークルモードの頭ですがここにあります。でこのままだとちょっと回転できないんですが、一度変形させて頭を反対にして戻すと顔が見えます。ちょっと怖いですね。こんな車が迫ってきたらと考えるとホラーですね。それではロボットモードに変形させます。トランスフォーム。まずはメックテックウェポンを取り外して、この後ろのカバーを開いてちょっとこの辺りに逃がしておきます。そしたらさっきのメックテックウェポンの武器を取り付けるパネルのところを開いて、そのまま足を伸ばしてこのつま先とかかとをこちら側に向けます。こっちが前ですね。反対側も同様にパネルをめくって足を伸ばしてつま先とかかとを反転ですね。ちなみに車体後部が足になったということはちょっと通り回すようができそうなんですが、ちょっとこの手が干渉してちょっと足が下にあまりいかないですね。ちなみにの車体をここを分割すれば何とか足を下に持っていけるんですが、それだとこんな風になってしまうのでちょっとお勧めできないですね。元に戻したら後ろのカバーですね、このようにくっつけてここのパーツを中に押し込めば下半身の完成です。次は上半身なんですが、まずはここですね、こう分割してピンを外してここカチッとなるまで持っていきます。反対側もここを分割してここの部分ですね、カチッとなるまで持っていきます。そしたらここはダイナミックなんですが、ここの白いところだけを回転させます。こうですね。そしたらこちら側に倒して、そうするとちょっとお腹がスカスカなのでこのバンパーを下に下げます。こうですね。
ちなみに腕は今こんな風になっているので、ここですね、前腕を稼働させて、この部分を若干後ろ向けてこうですね。ここの側の処理ですが、ここを完全に後ろに持っていってしまうとこうなってしまって、ここがスカスカでちょっと足らなくなるので、このぐらいですね。特にここでなんかピンで止まったりはしてないです。反対側も同様に腕を下に伸ばして、側を、まあ、途中まで開いて、ここを手前に持ってきます。最後に頭部を反転させて前を向かせれば、ロボットモードの完成です。他のオートボットのメンバーと並べるとこんな感じです。後ろのオプティマスとアイアンハイドがボイジャークラスで、手前がデラックスクラスです。ラチェットがバンブルビーと同じか、まあ、ちょっとちっちゃいような感じになってしまいました。ちなみにさっき並べたラチェットのロボットモードだとこんな感じです。やはりあのボイジャーのラチェットは大きいですね。そしてこの2つのラチェットは同じデラックスサイズなんですが、ダークサイドムーンのラチェットの方がちょっとちっちゃいですね。まあ、というか、まあ、ダークサイドムーン自体が全体的に小さく作られてますね。メックテックエポにちょっと用具を持っていかれてしまったようです。武器を持たせるとこんな感じです。メックテックエポはこんな感じで展開できます。今回は主にオプティマスと2人で行動して、月に行ってセンチネルプライムを回収しました。だからどうやって月に行って帰ってきたのかという描写はちょっとなかったですね。またサウンドウェーブに撃たれたり、センチネルプライムに切られてもすぐに戦線復帰していますが、まあ、おそらく軍医なのですぐに自分で修理しているのと、まあ、今回はデラックスサイズですが、本来はボイジャークラスサイズの大型のぶりのトランスフォーマーなので耐久力も高いんじゃないかと思います。ちょっと変わっている点としては、足が完全には伸びきらないので、ちょっと中腰の老人のような感じになってしまいますね。ちなみに劇中では中年のおっさんのような描写ありますが、老人のような描写は特にはないですね。ただまあ顔はなんかヒゲが生えているようにも見えなくはないです。それでは稼働範囲見ていきます。まず頭部ですが、結構劇中再現度が高いですね。ビークルモードだと頭があまり回転しなかったんですが、ロボットモードだと360度回転できます。ただ残念ながら上下には動きません。そして肩が根元で360度回転して、横にも90度上がりますね。そしてドールもあって、肘が二重関節ですね。こことここで二重関節でよく曲がります。拳は残念ながら固定ですね。そして腰は一見回転しそうですが固定ですね。そして足の根元が前に90度と後ろに90度近くですね。そして腕を伸ばし、横にも90度近く上がります。そしてロールの方はここの膝にはないんですが、根元にロールがあります。そして膝がよく曲がりますね。まあ、よく曲がるというか、これもともと変形した分ですね。ここの変形した分が曲がっていますね。そして足首もボールジョイントでよく動きますね。それではビークルモードに戻していきます。まずはメックテックエポンを取り外して、腕ですね、この側を展開してこうですね。そして腕を後ろに持っていきます。このように合わせます。そしたら反対側も同様に、ちょっと今度はこっち側ですね、側を伸ばして腕を後ろですね、こんな風にします。そしたら今度はバンパーを上げてボディのロックを解除します。そしてこの腕を回転させたいんですが、このままだと頭が引っかかって回転できないので、一旦後ろを向かせます。そしたらこの頭のあるところを根元でここだけ反転ですね。そしたら白い部分が出てきますね。そしたらこの状態でこのサイドパネルを合わせます。ここにジョイントがあってこうですね。ここにはまります。反対側も同様に肩のジョイントを
外して後ろに持っていって、このバンパーのとこをここにくぐらせてはめ込みます。後ろも合わせます。そしたらバックパックを一旦こちらに逃がしてパネルも出しておきます。そしたら次足ですね。まずはここのつま先を反転させて後ろに持っていって、そのまま倒します。そしてここで合わせますね。合わせてられたらこのパネルを閉じて、反対の足も同様にまずはつま先を反転して倒して合わせます。そしてそのまま足を曲げて、ここにピンがあるのでピンに接続ですね。パネルも閉じます。最後に一旦逃がしていたこの後ろのパネルを接続して、ここに両方にピンがあるので合わせます。カチッと回りました。最後にメックテックウェポンをこのタイヤの上の穴に取り付ければビークルモードの完成です。最後まで見てくれてありがとうございます。トランスフォーマーなどの変形合体するものを毎日レビューしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。